じゃあ、あ、ちょっとなんで、ノーブラ。ちょっとなんでこんなこと。ケイッチ言ったけど、誰が書いたの？ちょっと待って、大沼さんに決まってるやん、変態な大沼さん。大沼さんってほんまに変態やねん。そうやな。思った。なんかな、ミルキーの水着にな、水着のポスターの大事なところにマグネットつけたり。わぁ、大沼さん。でね、ケイッチね、てっぺんラジオでね、巨乳ランキング。あ、知ってんねん。みたいなやつで、何位やったか忘れたけど、4位ぐらいやったの。そうそう、ランクインしてんね。入れてくれてて、嬉しかったわ。巨乳やから。うん。そうやな。はい。じゃあ、続いて。ケイッチ。ノーブラはでもな、やめといた方がいいで。な、うん。あかんわ。だって、見えちゃうかもしれへん。うん。ポロリ。危険やな、まあ、ケイッチはポロリしてほしいけど。ダメダメダメ。お、ノックアウト。ノックアウト。ノックアウトね。もういっか。次、あるなんかノックアウトって言っても困るよな。面白いわ、ミルキー。なんなんこれ、のぞみ号って書いてる。誰？のぞみちゃん？のぞみ号さんか。ちょっと待って、めっちゃくちゃ。面白いな、ミルキー、ほんまに。なんで、嬉しい。この自由な感じがほんまにいいわ。面白いって言ってくれて。自由。